今月の消費者月間に合わせて電話相談を受ける消費者トラブル110番が今日から開設されました。消費者トラブル110番です。全国消費生活相談協会が6カ所で開設した電話は受付開始の10時から鳴り続け、美容整形や子どもの学習教材の料金をめぐるトラブル、有害サイトからの下級請求についての相談が多く寄せられました。消費者トラブル110番では消費者に対し対処方法などをアドバイスするとともに関係省庁や事業者団体に問題提起します。また不当行為を行った事業者に改善を申し入れたり契約無効を求める裁判を起こすこともあるということです。多くの皆さん方から情報をお寄せいただきまして、被害の救済あるいは泣き寝入りしないように未然防止を図りたいと思って今回、110番消費者トラブル110番というのを設置いたしました。消費者トラブル110番は明日も行われ、受付は午前10時から午後4時までです。